ひよりんごでーす。今日の動画はじゃん、こちらスマートの11月号を買ってきました。お値段が980円で、発売日が毎月24日になります。この動画もね、リクエストがすごく多かったです。どうもありがとうございました。ということで、今回の付録が、じゃあ見てよ、ビームスのリュックがついているということで買ってきました。しかもね、結構この表紙で見るとしっかりしたリュックがついている感じなんですよね。もうね、なんか普通になんだ、ボックス型バックパック、もう普通に6000円とか8000円で売っているような見た目に見えるのなので買ってきました。ということで、早速開けていきたいと思います。今日めちゃくちゃ寒かったですね。皆さん大丈夫でしたか？もうね、私は寒くてセーターデビューをしました。そして信子もね、ヒーターデビューをしました。寒いからね。はい、ということで開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん。お、どんな感じなんだろう。じゃんじゃんじゃん、じゃじゃじゃん。はい、ということで正面から早速紹介していきたいと思います。まずね、正面がこんな感じになっておりまして、ここに見えるかな、ビームスって入ってるんですよ、文字が見えるかな。はい、入っておりまして、こんな感じで、形は四角い形をしています。でね、いいなと思ったのがここよ、ここ、ここにペットボトルが入るポケットがついてます。なのでここに両サイドね、あるので、ペットボトルを入れて利き手好きな方に入れられます。そしてね、上に行くとここにもチャックがついてるんですよ。ここにね、ちょっとしたものを入れられるんです。女の子だったらリップとか、男の人だったら携帯とかね、入れられます。入る、私 6S プラスなんですけど、はい、入りました。そして中を開けていきます。チャックも2つついておりまして、両サイドから開けられるようになっています。中はこんな感じ、めちゃくちゃ入ると思います。じゃーん。で、中ポケットとかは特にないです。ただ撥水みたいな感じになってる、ゴムの匂いがすごくします。こんな感じ、これはめちゃくちゃいいと思う。試しにですね、スマートの本を入れてみたいと思います。じゃん、見て、ほら、こんなに底だよ結構大きい。ということで、この流れで飲みかけのペットボトルで大きさ検証していきたいと思います。今日はね、まだ飲んでないんだけど、ポップっていうね、大好きなメロンソーダの自動販売機で売っているペットボトルになります。ちょっと形を作るためにこの中にクッション入れますね。付録って折りたたまれてるじゃないですか。中にクッションとか1日入れとくとすぐに綺麗な形になりますよ。なのでおすすめです。はい、こんな感じ。では横に並べていきたいと思います。じゃーん。まあね、ここに入るのでね、大きさはもうめちゃくちゃ大きいんですけど、よいしょ、こんな感じでペットボトルが入ります。そして下がこんな感じです。どうですか、大きさ伝わるかな。ちょっと背負ってみたいと思います。これはムック本とかでこのクオリティはあるかもしれないけど、普通に980円で買えるクオリティではなさそうだなと思いました。で、長さ調節も可能です。一番長くすると、一番長くしてこんな感じです。でも私はもうちょっと上の方がいいので、こんな感じでしょいたいと思う。え、どうですか、めっちゃいいと思うんだけど、もうちょっと上にしようか。こんな感じです。いかがですか。え、私はすごい気に入った。普通に持っていけるもんだって。うん、しかも MacBook も入るし、めちゃくちゃいいなと思いました。これスマートなので男性誌なんですけど、女の子も全然使えると思う。でね、これを買う時にね、私の前に行った男の人もこの付録目当てに雑誌を買ってました。なのでやっぱりこの付録は大注目なんだなと感じました。このね、バックパック、女の子も絶対に可愛いと思うので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。そして次回号の付録紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がじゃん、こちら、
お財布ですね。お財布がついてるみたい。アーバンリサーチの二つ折り財布がついてるみたいです。これは結構男の子っぽいので、男性の方、見てる方いるかな？ちょっと私の視聴者さんは女の子が多いんですが、男性の方見てたら、こちらもぜひチェックしてみてください。これはもう明日から使っていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日めっちゃくちゃ寒かったんですけど、猫ちゃんと戯れて私は癒されてきました。皆さんは今日どんな一日だったでしょうか？お風呂にゆっくり浸かってゆっくり眠ってください。おやすみー。